ことしちゃった。自分では普通にしてるつもりだけど、おかしなことをしてたら教えてほしいな。ちょっと待ってリンリン。変ってリンリンのことじゃないよ。私のことじゃないの？リンリンは大丈夫。変なのはサヨさん。氷川さん？サヨさん、なんだかおかしいと思わない？今日の練習も調子悪そうだったし、何か悩んでるのかな。あ、そういえば自分のギターが正確すぎるって小声で言ってたよ。え、正確なのってすごいことじゃん。むしろ羨ましいよ。アコなんかなかなか正確に叩けないから苦労してるのにな。私はちょっとわかるかな。え、わかるの？リンリン、アコちゃんはピカソっていう画家知ってる？うん、ピカソなら知ってるよ。落書きみたいな絵を描く人でしょ。不器用なのに絵が大好きなんだろうね、きっと。そういうわけじゃないよ。ピカソって普通に絵を描くとものすごく上手なんだ。そうなんだ。うん、お母さんが言ってたんだけど、ピカソは子供の頃から絵がすごく上手だったんだって。そこにあるものをそのまま正確に絵にすることができたの。でもだからこそ正確じゃない自由な絵に憧れたんだ。あの抽象画はそんなピカソの憧れから生まれたものなんだよ。そっか、あの絵落書きじゃなかったんだ。なんだかピカソってすっごくかっこいい人な気がしてきたよ。あれ、ってことはサヨさんが言ってたのって、氷川さんも自分にはないものに憧れてるんじゃないかな。誰よりも正確な演奏ができる氷川さんだからこそ悩んでることがあるんだと思うな。そっか、すっごくわかったよ。さよさんは今よりもっとかっこよくなりたいんだね。うん、簡単に言うとそういうことかな。そういうことならサヨさんの気持ちわかるよ。アコも今よりもっともっと上手くなりたいもん。お姉ちゃんみたいなかっこいいドラマーが憧れだし。うん、私ももっと上手になりたいな。一緒に頑張ろうね、リンリン。よし、アコも今度自由にドラムを叩いてみようっと。みたいに自由に演奏ができたらかっこいいよね。アコのドラムますますパワーアップしちゃうんじゃない？アコちゃん、それはちょっと。ドラムが自由だと曲にならなくなっちゃうよ。